こんにちは、コペンが大好き、セイです。さて、初代コペンの特徴に軽自動車にしては珍しい4気筒エンジンを搭載しているため、低速トルクが細く、発進加速や低速域での走行が少し苦手というものがあります。私もコペンに乗り始めた時は結構エンジンの回転数を高めに維持しながら、ハンクラッチを使ってじわじわとつないでいくという、あのシビアな作業にまるでバイクに乗ってるみたいだなと戸惑ったものでした。その他、デッドゾーンが8500回転からという高回転型のエンジンにもかかわらず、中回転域から上の伸びがいまいちという、スポーツカーとしてはもったいないなという特性も合わせ持っているんですね。これは軽自動車の自主規制値である64馬力に4000回転あたりで到達してしまうので、そこから上の回転数はあえてトルクを絞ることで出力が64馬力を超えないようにと制御されているからなんですね。これらの制御を行っているのは ECU エレクトロニックコントロールユニットと呼ばれるコンピューターですね。このコンピューターの制御範囲は燃料の噴射時期や点火時期といったエンジン周りだけでなく、オートマの変速タイミングや ABS に横滑り防止機能などなど、制御する範囲は多岐にわたります。そしてこれらの制御プログラムを書き換えて、本来持っているパワーをしっかりと引き出そうというのがスポーツ ECU なんですね。このパーツはいくつかのチューニングショップから発売されていて、それぞれこだわりの制御がなされているようです。それらの中から私のコペンに選んだのは、神戸を拠点に活動されているハーフウェイというチューニングショップのものですね。理由は、以前試乗させていただいたコペンセロのスポーツ ECU 装着車、これがすごく乗りやすくて、かつすごく楽しかったからなんですね。低回転域からしっかりトルクが出るし、上の方も踏めばぐわーっと力がもりもりと出てくれるし、すごい楽しかったんですよね。もちろん現行型と私の初代コペンでは搭載しているエンジンそのものが違うので、単純に同じような特性とはいかないでしょうが、エンジンの制御でこだわっている部分や求めている特性の方向性、こういったものは同じだろうと考えて、このハーフウェイのものを選びました。そしてこのハーフウェイのスポーツ ECU を取り付けた感想は、全域でトルクが向上し、以前よりもはるかに扱いやすくなり、コペンがいい意味で普通の車になったなというものでした。私はこういったパーツはスポーツ走行を楽しみたい人向けのものだとばかり思っていたので、素直に驚きました。冗談抜きで街乗り派やクルージング派の人にも強くおすすめしたい一品です。そこで今回は、このスポーツ ECU がどのように扱いやすくなったのか、あるいは楽しいのか、これを街乗り、高速走行、峠走行の3つの区間に分けて詳しく解説していきます。では行ってみましょう。ではまずは街乗りのレビューから入りたいと思います。これはハーフウェイのお店でこの ECU を交換してもらった直後、お店を出る時から感じてたことなんですが、発進がすごくしやすくなりました。今までだったら結構エンジンの回転数上げて2000回転以上ですね、それぐらいまで開けて、で徐々にクラッチをつなぐって感じだったんですが、ほぼほぼ回転数を上げずに、本当にちょっと上げるだけでそのままハンクラでつないで発進できてしまうというほどのトルクの違いがあります。この変化最初驚きましたね。もういきなり出だしからして、あ、違うってなったんですよね。これは低速トルクが太くなったことによってこれだけの発進のしやすさを得ているわけですが、この運転のしやすさ、もう街乗りではめちゃくちゃ楽になりましたね。感覚としてはコペンじゃなくなった、いい意味で
普通の車になったなという感じです。なのでシフトチェンジの頻度も下がりましたし、必要以上にアクセル操作とクラッチペダルの操作に集中する必要がない、集中っていうのは変ですね、意識を割く必要がなくなったというべきですかね。その結果運転してて疲れにくいというか、より周りを見たりなどの余力が生まれたなと感じています。この低速トルクが太くなったことによる恩恵というのはオートマ車でも受けることができます。特に初代コペンのオートマ車、こちらは変速が4段しかないということもあって、特に発進加速が苦手なんですよね。低速トルクの細さが相まってなかなか出ていかない。私も乗ったことあるんですが、ちょっと交差点でパッと出たい時にちょっと怖いぐらいなんですよね。それが確実に解消できるので街乗り派の人にもこれをおすすめしたいパーツですね。いや本当ここまで良くなるんだって本当驚きなんですよね。違和感が全然ないので、逆にこっちがノーマルであってほしいぐらいなんですね。あとこのトルクが太くなったことによって全体的にギアの選択、これを迷わなくなったっていうのがありますね。例えば時速30キロで走行しているとき、平坦な道なら4速でもまあ走行できるんですが、ちょっと前の車との間隔が空いたときに少しアクセルを開けてまた自分も速度を上げようっていうとき、なかなか加速していかないし、ちょっとエンジンに変な負担かけてるんじゃないかなっていうような、そういったエンジン音が伝わってくるわけですね。かといって3速でキープで走っててもなんかこうちょっと回転数が今度高めでずっと大きな音を立ててるんで、なんかエンジン痛めそうで嫌だなっていう居心地の悪さがあったんですね。それがこの ECU を変えてからは4速のままで全然その30キロとかの速度余裕で走れるだけのトルクがあるんですね。エンジンからも別段苦しそうな音も出てきません。そういった部分で街乗りでもギアの選択を迷いにくくなった、一つのギアでカバーできる範囲が広くなったっていうのが大きいですね。なので朝のとかあと夕方の渋滞路、こういったところでも本当楽々なんですよね。私はマニュアルの操作自体は好きなので、峠なんかで頻繁にシフトチェンジするのはまあ好きなんですが、街乗りでは逆にこれはやっぱり億劫に感じやすいんですよね。それがなくなったっていうのが、まあこの頻度がものすごく減ったっていうのが、ちょっと街乗りに対する苦手意識が少なくなりましたね。こういったスポーツ ECU っていうのはやはり軽自動車の自主規制値である64馬力この壁を突破して、その車が持っている潜在能力といえばいいんですかね、本来出せるはずの馬力をきっちり出す、そういった目的で使う人が多いので、どうしてもスポーツ走行をしない人には無用の長物と思われがちですが、これは本当に街乗り派の人にもおすすめしたいパーツです。今自動車専用道路に入りました。ここは制限速度時速70から80キロで、かつ結構アップダウンが激しい道なんですね。なのでここで高速走行時の変化、これをお話ししていきたいと思います。さていきなり今上り坂なんですが、ここがまた余裕で登っていくんですよね。これが本当に楽です。以前も高速で走れなくはなかったんですが、やっぱりアクセルを踏んでもなかなか加速していかない、なんかじわ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 っと速度が上がるぐらいだったんですが、余裕で速度調整ができるんですよね。ちょっとアクセル踏めばぐーっとちょっと前に出てという、このシフトチェンジなしでアク
セル操作のみで全て完結してしまうというところが本当に楽になりました。それだけ低速でしっかりトルクが出ている、あと全体的にトルクが上がっているっていうのもありますよね。これは街乗りの時にも話しましたが、クラッチやあとシフトレバーの操作、それからアクセルの操作ですね、こういった部分に意識を割かないで済むので、その分やっぱり運転中の疲労が軽減されます。なので例えば休日に郊外の方まで出かけていって遠出するのが好き、あるいは高速道路なんかも使って長距離ドライブを楽しむのが、そういったのが好きっていう人たちにとっては、これ無駄な疲労がなくなるので存分にドライブそのものを満喫できるというメリットもありますよね。そういった人たちにこれまたおすすめしたいポイントですよね。あと今映像が出てるかと思うんですが、ハーフウェイでこのパーツを交換してもらった後、ずっと高速道路を運転して大分まで戻ってきたんですが、そういう時やっぱり時々極端に速度の遅い車っていうのがいたわけですね。なのでその車を追い越すために右車線に出るっていう時、この時もまたシフトダウンなしで5速のままで全然その右の流れの速い車線にスッと乗っていけるんですよね。以前だったらあらかじめ4速とかにシフトダウンしておいて、でエンジンの回転高めに保ちながらタイミングを待って、でちょうど隣の車の間隔が空いたっていう時に右に入って素早く加速するという感じだったのが、5速に入れたままでそのままアクセルをグイッと踏み込んで加速していくだけで十分にその右車線の早めの流れについていけちゃうんですよね。これがまたうわ楽だ、これコペンって思いましたね。コペンがもう普通の車になったなと感じた部分の一つですよね。いやほんと楽なんですよね。あともう一つ嬉しい変化が、エアコンを作動させた時ですね。やっぱりコンプレッサーが作動した瞬間、そっちのコンプレッサーに力を奪われるので、ガクッと急にエンジンのパワーが落ちたような感覚になってたんですが、だから全然その違和感を感じなくなりましたね。こういった自動車専用道路で快調に走ってる時、70キロ80キロという速度で走ってても全然コンプレッサーがいつ作動したのか分かんないぐらい全然違和感というか変化が出なくなりました。それぐらいコペンにとっては大幅なトルクアップになったということですよね。これがまたこうコペンを走る時の気持ちよさをさらに高めてくれてますよね。いやこういう部分、毎日毎日の長いドライブの中でだんだん積み重なる、ちょっとこうああ これがなければなみたいに思う部分、それがなくなったっていうのがまたさらにこのコペンのドライブが楽しくてどっか出かけたくなる、そんな気持ちにさせてくれますよね。いやほんと乗りやすくなったな。今峠道に入りました。ここからはしばらく上り勾配となるんですが、ここで峠道での走りの変化、そういったものをレビューしたいと思います。やはりこういった峠道でも最も印象的なのが低速トルクの増大ですね。これのおかげで楽々結構低めの回転数でもぐいぐい登ってくれるんですよね。これが楽です。今までだったらもっと頻繁にシフトチェンジして速度を維持するようにしてたわけですよね。例えば今は4速で走行してるわけですが、ちょっとコーナー手前で勾配がクッときつくなった時、そういった時は急いで3速に落として、で速度が落ちないように維持し続ける、そういったことをやってたのがもう4速のままでずっと登っていけちゃうんですよね。もう速度も落とさずにずっと維持できます。あえて3速にしてみましょう。はい、
今3速でずっと登ってるんですが、以前だったら今4000回転近い3500ぐらいですね。で走ってるとちょっとエンジンが苦しそうみたいな、いかにもきつそうみたいな振動が伝わってきてたのが、それが来ないんですよね。パワーバンドが狭いってんですかね、気持ちいいって感じられる回転数の幅が狭かったので、すごく頻繁にシフトチェンジしていたのが、今は一つのギアのポジションで気持ちいいって感じられる範囲、これが広がってるんで、より気持ちよく車の運転を楽しめる、このコペンを楽しめるというふうに変わりましたね。この上り坂でもグイグイ行ってくれるの本当楽ですね。あっさり加速していきます。いや、これはついついこうちょっとにやけちゃいますよね。これは人によってはちょっと好みが分かれるかもしれません。というのも、この初代コペンはもともとトルクが細くて、で5速マニュアルがついているということで、自分でどん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 変速して、このトルクの細さ、このピーキーな走りを自分の腕でカバーするのが楽しいんだという人たちもいると思います。私もその気持ちは分かりますね。やっぱりこういった峠ではシフトチェンジをバンバンやって、で車を操作してる感を楽しむ、それもまたこの峠での走りの楽しみの一つですよね。なので、そういったクロート好みな車の乗り味、それを求めたいという人はこの峠では物足りなさを感じるでしょうね。では最後に気になる燃費のお話もしておきましょう。これまで純正 ECU の時は、私の運転の仕方だとだいたい1リットルあたり 16.5 キロから17.5キロ、この間で変化していましたね。それが今回このスポーツ ECU に変えてからは、1リットルあたり17キロ程度となりました。これは決して高速道路だけを走ったものではなく、街乗りもしましたし、峠も走行しました。同じ地元の大分でですね。なので燃費に関しては変化がないと言えますね。ただ使用する燃料がレギュラーから廃屋に変わっているので、その分ちょっと値段は上がりますね。さて、ここまでこのハーフウェイのスポーツ ECU を取り付けたことによる一般道での乗り味の変化、こういったものをじっくりとお話ししてきましたが、いかがでしたでしょうか。面白かったよとか役に立ったよという方は、よろしければ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。また今後はオートポリスなどのサーキットでのスポーツ走行時の違い、こういったレポート動画も上げる予定なので、ぜひそちらの動画もご覧になってみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。